Penentunya nyanyian gelas bagian 2 dan melodi dimulai 何がココロアタリはあるか ?You can't choose your taking another ぞ !He said Tandra said Rupanjang Bangatnamalu.Temasiban?What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 ? 材料とか具体的な誰かじゃなくて漠然としした概念を指してるのかそういえばちょうどどれもブリュサ祭の主催側だないやいくら何でも偶然すぎないかあの火曜まさか銀融野郎がアドリブで作ったものじゃないよなじゃあ最後の歌いを掲げる旋風は 買い上げののを暗示してるのかもなだんだん見えてきたぞこのまま銀融野郎の作戦に乗ってやろうぜレザーと合流したらそれらの場所に行って知り合いに話を聞いてみよう何か新しいヒントが得られるかもしれない英雄騎士のお姉ちゃんにパイモンちゃんごめん遅くなった気にすんな たたちも話してたところだからこいつの知恵のおかげで材料のことはもう見当がついたぜああ来る途中でクレイに会ったもうすぐブリュー祭だからクレイお出かけの許可をもらえたんだアルベドお兄ちゃんはティマエオお兄ちゃんの特製酔いざましポーションのレシピ調整を手伝ってるから。 クレーと遊ぶ暇がなくってだから一人で遊んでたの街に出るとモンド城の大人たちはみんなお祭りを祝っててにぎやかで楽しそうだったよだからクレイもいろいろ準備したんだ自分の得意な方法でお祝いのお手伝いをしようと思って得意な方法ってやばいぞ 嫌な予感がするそしたらねレザーとあったないつもと違ってレザーが考え事してたから何があったのって聞いてみたらねそしたらそしたらレザーはママを探してるんだってそうじゃない大丈夫ママは大切な人だもんすのは とっても大事なことだよクレーも手伝うからああレーザーレーザー、はあ、やっと見つけたベネット,ネット <laughs> みんなもここにいたんだなほらこれやるよこれ っていぐさだよな。あ,あ、その通り今朝これに足を取られて転んじまってな。顔を地べたにぶつけて泥まで食べる。羽目になったんだが、こいつは無傷。で、ね、きっとこれがお前の必要としてる醸造材料だと思ったんだ。ベネットお兄ちゃん、どうやったらいぐさで転ぶの <laughs> そうだぞ。 いって光ってるだろ光るか光らないかじゃなくていグサは大きくて目立つから絶対に目に入ると思うんだけど <laughs> 多分慌てて走ってたから俺の普通意のせいだなその後同じように何度も転んだけど話すのはやめてこ俺レザーがどこに行ったのか あちこちこ聞いて回ってたんだ今朝だけでもう何度すれ違ったことか会えてよかったよようやく一息つけるああ,ありがとう材料を探してることどうして知ってるああそれなら図書館師匠を名乗るお姉さんがサイリュス会長のところに来て冒険者協会の人も 武祭に参加してしててほいって言っ言たんだついでにお前のことを手伝ってほしいともなリサさんまさかちゃんと仕事してるあああの人がリサさんなのかすごく頭のいい人だって聞いたけどあまり外に出ないみたいだから今回初めて会ったよ材料について俺もずっと考えてて候補もいろいろあったんだ本来は お前に直接相談しようと思ってたんだが結局は戦がベストだって気づいてなだって光を放ち冒険者の道しるべになるなんて素晴らしいだろごめん迷惑かけたはいそんな堅苦しいこと言うなよお前の気持ちはわかるし友達を助けるのは当たり前だろもし俺の家族 <coughs> 親父たちが何か必要になったとき お前もきっと助けてくれるだろあ,あクレイにできることはないクレイも混ぜて一緒にやりたいクレイは元気だな一番お祭りの雰囲気の影響を受けてるんじゃないかベネットお前家のこと話したの初めてそれは <laughs> 俺は小さい時から両親の顔を見たことないからな教会の先輩冒険者たちに育てられてきた普通の家庭とは違うんだ俺の家のことが聞きたいのならそうだな親父たちの物語で一番すごい伝説から話そうかベネットお兄ちゃんクレイと一緒にママの子になろうママ優しいからきっと面倒を見てくれるよ え。あクレイちゃん気持ちは嬉しいけど大丈夫だそれにほら俺には親父や仲間たちがいるそれから俺はベニー冒険団の団長だしな心配するなうークレイ分かったじゃんこれあげるそれってボンボンだよな うんずっとぐっすり寝てる爆発しない怠けボンボンベネットお兄ちゃんに友達になってほしいな本当にもらっていいのかうんボンボンは新しい友達ができて嬉しいと思う俺も嬉しいそうだなもしかしたらクレイの影響を受けて。 ベネットの運勢が変わるかもしれないぞ冒険がうまいこといって普段見つからないようなお宝を発見できるんじゃないかもちろん運がいいのはクレイだけって可能性もあるけどでもこうも考えられるよなベネットがついててやればクレイは無用なトラブルを起こさなくなるそうすれば安心して楽しいブリューさを過ごせるぞ おう任せてくれ俺たち人で助けっってみるぜん、お宝ーやったさやく出発しようあがはなでなでけがはなでなでレザーもげんきだして。 英騎士のお姉ちゃんパイモンちゃんレザーのことお願いママ探し頑張って、ね、<laughs> あうんうまくいくようにみんなじゃあまたな あいつら、元気そうでよかったなあっ本題を忘れるところだったレジャーさっき旅人と考えたんだけど多分「原油野郎」の言う醸造用の材料はどれも大切にすべき品性のことだと思うんだもしかしたらモンドの3つの組織それぞれが象徴する精神にひもづいてるのかもしれない。 そこに知り合いがいれば必要なものが見つかるはずだそうかどうしたんだよ他に心配してることでもあるのかオイラたちに話してみろよああ俺帰ってからずっと考えてた俺、賢くない師匠や旅人みたいにできないそれでもやり遂げたい みんなに助けてもらうだけじゃダメ。俺も何かすべき。人間の両親よくわからない。でも知っておかないと。別の人のパパとママ知る。それから俺のパパとママのことを考える。だから俺は聞く。おおいいことだと思う レザーは答えを見つけるために頑張ってるんだなベネットが俺と同じだと思わなかったでも親父たちの話になるとベネットの匂いが変わった温かい太陽の光に当たった星草みたいにそうだなオイラたちもそろそろモンダジョーに戻ろう セピロス教会の知り合いを探しに行こうぜレザーと仲がいいのは多分すまない君たち今モンドに戻ると言ったか実は城内から果物を積んだ貨物車がなかなか来ないんだ途中で何かあったんじゃないかと心配でねでも武流祭の仕事があるし俺はここからどうしても離れられない そこでお願いなんだがモンドへ戻る途中で貨物車がどうなってるか確認してくれないかまあちょうど通り道だしああ俺も行くみんな俺を助けてくれる俺も返さないとありがとう本当に助かるよ ya misi guys cari kargo yang terlambat di, di alam liar di alam liar di sini Nioi. Asoko da. Oh? Huh? いるんだまさか果物の香りに引き寄せられたのかで行こうとにかく助けないと無意味な抵抗風の赴くままに のやつら食べ物への執念がすごいな大丈夫だったか <laughs> 助けてくれてありがとう君たちが来てくれなかったら隊員も品物もとんでもない被害に遭うところだったああ本当に助かったよここで道草を食えるほど余裕はないからね僕は先に失礼するよハッピーーブブリーズブリューみんな 武祭を楽しんでくれあんちゃん君にも感謝するよああ敵につけられてる敵呼ばわりされるなんてずいぶんと邪険に扱われたものねある意味私たちは兄弟なのよ ロサリアどうしてこんなところにいやロサリアはどこに現れてもおかしくないか質問を変えよう兄弟って一体どういうことだ君の剣術ファルカから学んだものでしょ早くて力強い。 あのおっさんのスタイルと同じだわうん会話が苦手なようだからファルカの口数が多いところを見習った方がいいかもね彼がいつ戻ってくるのかわからないのが残念だけど大丈夫俺待つ兄弟ファルカ 分かったぞ2人とも父親がファルカだから血のつながらない兄弟になるんだな血縁なんてそもそも何の意味もないでしょうあら忘れるところだったわ君には兄がいたわね冷たい暗い大人の人 お前も本当の親の顔思い出せないのかふ、うん彼の実の両親に関する手がかりを集めるついでに家族の意味まで教えてるのまあいいわ当たりよ私は実の両親に関する記憶がほとんどない 物心がつく前から会ったこともないわ。別に、珍しいことじゃないでしょ世の中には、肉親に日夜会いたいと思いながらも、それが叶わない人がたくさんいる。どうせ会えないんだから、気にする必要もない。それよりも、自分がどんな人になりたいのかが大切よ。 違う、それは間違ってるルピカはお互いを守る大切な存在人間の家族も大切気になるあらそう仮に自分の両親がいい人だと分かったらもしくは悪事しか働かない極悪人だと知ったら。 どうするつもりそれは君自身の選択に影響を与えるのそして君はどのような道を歩むつもりあうんロサリアの言葉少し現実的すぎないかレザーには難しすぎるぞ <laughs> 誤解しないで欲しいけど、何も困らせに来たわけじゃないの。彼は戸惑っているけど、私と君の知り合いのモンド人は、前向きで親切な人が多いから、直接的なことは言えないでしょ。<laughs> 太陽の光は多くを育む。だけど、暗闇に隠れた問題は解決できない。 ロサリア…さてお話はこれくらいにしましょう花をあげる私と同じ冷たい花よバーバラはブリュサ祭の歯科イベントで忙しいから教会の材料選びは私が代わりにってわけでも模様花って本当に使えるのか 逆だごと壊っちゃうんじゃこれの霊気は私がすでに処理してあるわ銀有詩人も自由にやればいいさって言ってたでしょ問題ないから持って行きなさいなんだロサリアって案外気配り上手なんだなあ待てよ銀有詩人って あのの時お前もいたのかありがとう礼はいらないただの恩返しだから私ははるかに色々と借りがあってね半分姉としてちょっと手を貸しただけよ早く答えが見つかるといいわねじゃあまた。 うっっちゃったあいつ風のように現れたり去ったりするよなそろそろオイラも慣れてきたけど優しさに満ちた慈愛ちょっと違うような気もするけど手に入れたってことでいいよな残るは騎士団の材料のみだっ <laughs> ザまだロサリアの言葉を考えてるのか彼女の言葉無評判なの数えみたい冷たくて痛いでも冷たいのは傷口にい,いググプラムと同じちゃんと考えてみるその方がいいかもしれない ngantuk gua Oke. Sampai jam 5 kelar quest ini. いいいいだからあなたが一番の手任者なのよ。 おいいところに来たなちょうどリサとレザーのことで話していたんだどこまで話しとこうああそうだ逆だだったな ゆちゃんの言う材料はもう準備するよう手配してあるわただあの子は真面目でもうしばらく研究を続けたいみたいなのだから日長に待ってくれるそれから酒樽についてなんだけどあなたたちいろんな材料を集めたでしょまさかダダウパの谷の大きな鍋でかき混ぜるつもりじゃないわよね

イが久々に戻るウィルカンヤー、ダニコマルにダガー、ドコマルンのよ。アピシンジャのネタでバダ、ウェットのラモンディングジャタビアンパサイアモンドでモるマジューヨナマツリノヒトたアナタワディルクサマノセカゴヨプシディワヨネ。スコシフクミヨモタセディユダケテ。ウマクイクトモウヨ 例えばモンド人が久々に過ごす祭りだからいろいろと物が足りない助けてくれる人はいないかとか <laughs> あなたがそういうのを聞いたらきっと資金や物資の面で助けてくれるに違いないわリサさんィルックの旦那からたしとるつもりだそうだないいアイデアだなら早速出発するとしよう 承諾したぞはレイザーの知らないところで働きかけてくれたリサさんに感謝しようと思ってたけど今はどうしようか迷ってきたぞ、うん、旅人師匠はいろんなことをしてくれた苦労したでも俺 質問に答えられなかった役に立たないあらオオカミちゃんたら何かショックを受けるようなことでもあったの落ち込んでてもしょうがないわよなるほどそういうことねじゃあこうしましょう可愛い子ちゃんはガイアと一緒に行ってくれる私は自分の役割つまりレザーの心のケアと 授業の歩行をするわ数日したらレザーを迎えに来てちょうだいその時は最後の材料も準備できてると思うから旅先での話し相手ができるのは俺にとっても好都合だ何が正しいのかわからないでも師匠の言葉信じるそれでいいと思うあら口がうまいのね 可愛い子ちゃん。でもあなたたちのことは私の負担にはならないわ。いってらっしゃい。師団の代わりにリルク様に挨拶をお願いね。て、場所はどこ？ Oh iya, sementara ya, senjata gratisnya belum dapat lo ya. どうやら。何にあまり歓迎されていないようだ。なんといってもここは俺の家でもあるからな。歳字の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣だろう。用があるなら担当直に入に行ってくれ。ようならお前も言及していたブリューサイのことだ。待ちに待ったブリューサイを祝うため。 代理団長はわざわざ協会と冒険者協会に連絡を取りイベントを企画しただが問題は騎士団の財政状況だ俺が言わなくても想像はつくだろう騎士団の面倒事なんて僕には関係ないおいおい非情だな俺ですら今のは耳を疑ったぜみんなの努力はどれもモンドのためじゃないか 暁ワイナリーのブリューサイ限定ワインを飲んだのはもうずいぶんと前のことだモンドの住民たちもきっとそう思ってるもしかしてお前自分があまり酒を飲まないからって他人にも飲む機会を与えないつもりかおい見ろよガイアのやつ露骨にいろんなことをおねだりしてるぞ。 そういえば知ってるか騎士団の連中は d i r ク先輩が温かい家族のところへ戻ってくるのを心待ちにしてるんだぜ ?Ardua <2. S 1> 先輩の人望があれば Ardua で言うときの行列も高飛びの浜までできるだろうな。まったく、口先がうまいだけじゃ僕は動かない。そのよく回る舌を動かす体力は。 祭りの治チア持のために取っておくんだなケヒノコトはメモステオイタピカムノトゴヤマスシノイトシンジャタフティングダリ i アジュマイトズイセキンキャタインカスピルイトチョドキミノナマイデサインセルカソンナニオレノコトコマラセタイノカオカツキワイナリーから出荷されるものに現騎兵隊長の名前をナけるわけがないだろう。なんだ。 よく分かってるじゃないかではこの件はアデリンに任せて拒否と言 <did> うと楽 <laughs> しそうわー <laughs> リルクの旦那は気前がいいなおいら飲めないけど今の話を聞いただけでテンションが上がってきたぞ <laughs> 君たち2人もブリューサのために来たのか レーザーのやつも大変だな。あっという間に大きくなって父親を探すことになるなんて。リィルック、助けてやれよ。なんでか知らないけど、クレイは母親探しでガイアは父親探しになってるな、うん。その方が言いやすいのかもしれないけど、聞く側は絶対に勘違いする。いや、ナバエムド、理解したから問題はない。 ウィナリーに少しフルーサがダルガール。ナンバーエンバスフレクトリクルカロー、ロ <noise> ー、ロー <to>、oh,、ロー、ロ <noise> ー、ロー、ロ <noise> ー、ロー、ロ <noise> ー、ロ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 ー、い。ー、ロ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 ー、 の旦那とのやりとりはスムーズで楽ちんだなヒヒ <laughs> じゃあレザーの代わりに礼を言うぜ礼ならいい友人同士助け合うのは当然のことだディルックの旦那は情に厚いいいやつだなうんそろそろ食事の時間だが食べていかないかそういうことなら俺は邪魔しないでおくぜ <laughs> 祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣ガイア様もそうおっしゃっていましたし残って一緒にどうでしょうアデリンにこれ以上迷惑かけたくないんだが遠慮しすすぎですよあなたは毎回騎兵隊長としてお帰りになるので私もいつも騎兵隊長にお茶を入れるだけガイア様のために 夕食を用意する機会なんてありませんでしたう、うんさっきの威勢はどうした舌がよく回るはずだったがあははディルックお前アデリンをがっかりさせたくないだろ、うん、まあいいじゃあお言葉に甘えてアデリン 一人分追加してもらえるかお,はーお腹いっぱいだアデリンの料理は最高だな見た目も味もいいから目もお腹も満たされたぜそれならよかった何か食べたくなったらいつでも気楽に来てくれていい そうかじゃあ俺も旅人にあやかって来させてもらうぜげっガイアのやつまたふざけてるぞさてこれで用事も済んだし腹も満たせた仕事に戻るとするかガイ様お気をつけて行ってらっしゃいオイラたちもそろそろ出発するかレザーの方はリサさんに任せてるから問題ないとして

Hai hey guys. Akhirnya selesai juga.